旧マサチューセッツ州会議事堂は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンにある、同州の旧議事堂である、ワシントンストリートとステートストリートの交差点に位置する。1713年に建築され、アメリカで最古の公共の建物の一つであり、1798年までマサチューセッツ州議会が行われていた。現在、ボストンの歴史学協会である、 ボストニアンソサイティが歴史博物館として運営している。ボストンで現存する最古の公共の建物であり、ボストンのウォーキングルート、フリーダムトレイルが通る観光スポットの一つとなっている。1960年にアメリカが州国国定歴史建造物に、1994年にボストンランドマーク委員会により、ボストンランドマークに認定された。 また新世界の中で選挙により選ばれた議会の議事堂としても初めてのものである。現在のレンガ作りの九州議事堂は1712年から1713年にかけて建設されたものでロバート・トウエルブズによって設計されたものではないかと考えられている。その前には1657年に建てられた木造の役場があったが1711年に 火事で焼けてしまった。イギリスの国章である7フィートの発布に対し、反爆する弁論を行った。オーティスは敗訴したものの、その弁論は、アメリカ独立戦争へつながっていく一つの出来事となった。独立戦争中、飲者法会議がマサチューセッツ国議会で結成された。ポールリビアによる反がペイトリオットの視点で、ボストン虐殺事件が描かれ、 背景にはこの建物が描かれている。1770年3月5日、5人の植民地人がイギリス兵によって殺されるボストン虐殺事件がこの建物の東側すぐの場所で起きた。トマス・ハッチンソンがバルコニーから群衆に帰宅するよう語った。トーマス・クラフツ大佐。独立宣言書が読み上げられたバルコニーのある東側正面。屋根のユニコーンとライオンは イギリスの紋章に使われているシンボルである。1776年7月18日、アメリカ独立宣言が、トーマス・クラフツ大佐によって、この建物の東側バルコニーから、湧き立つ群衆に対して読み上げられた。午後1時、まずクラフツが、議場の中で立ち上がり、議員らに対して、独立宣言書を読み上げた。そしてウィリアム・グリーン・リーフ保安官が、 バルコニーからそれを読み上げようとしたが、声がかすれて出なかった。そこで、クラフツが保安官の隣に立ち、力強い声で独立宣言書を読み上げた。その後、合図を受けて、ホートヒルの要塞から13発の大砲が鳴らされた。ドーチェスターネック、キャッスル、ナンタスケット、ポイントオールダートンの要塞でも、同じように大砲を発射した。さらに、 砲兵分検隊が大砲を13回発射し、それに続いて2つの連隊が13の部隊から続けざまに13発を打ち鳴らした。13発という数字はこの時独立したアメリカの国の数である。式典は機上のメンバーらの軽食で締めくくられた。議長が次のものに対して乾杯し、列席者がこれを固く誓った。 ボストン市民の三分の二が革命を支持しており、街の鐘が鳴らされ、皆が祝祭を喜び合った。その夜、イギリス国王の紋章や、それに類するマーク、ライオンと王冠、乳房と乳鉢、心臓と王冠などは、通り等のマークと共に取り払われた。屋根の上のライオンとユニコームは、キングストリートで焼かれた。アメリカ独立戦争の後、 この建物はマサチューセッツ州政府が1798年に現在の議事堂へ移転するまで集会議事堂として使われた。1830年から1841年まではボストンの市役所として用いられた。それまで市の事務所は軍庁舎の中にあった。1830年、アイザイア・ロジャーズにより現存する螺旋階段を含むグリークリバイバル様式への 内装の改築が行われた。1832年には再び火事で損傷した。当時、市役所は、郵便局の他民間企業と建物を共有していた。1835年10月21日、セオドアライマン市長は、ボートに追われていたハンドレイ制度新聞、リベレーター編集長のウィリアム・ロイド・ガリソンを、この建物内に一時的にかくまった。その後一晩、 リブレットストリート刑務所に保護されたが、暴動を引き起こしたとして告訴された。1841年、市役所は、スクールストリートにある旧サホーク軍庁舎に移転した。ボストン市役所が移転した後、商用に転換された。かつて衆議児童から市役所に転換するまでの間にも一時的に、商用利用されていた。下手や医療品店、保険会社、 鉄道会社などが入居していた。一度に50社が入居することができた。東および風光系ライオンとユニコーン1881年、開発の中で取り壊される可能性が出てきたことから、建物を保存し、管理するためにボストニアンソサイティが組織された。その後、植民地時代の外観へと復元工事が行われた。百八十一年から百八十二年に、 かけて、ジョージ・エクラフによって修復工事が行われた。1882年、ライオンとユニコーンのレプリカが屋根の東側に設置された。西側には、九州会議事堂とアメリカの歴史との関連の象徴として、和紙の像が設置されている。1904年、地下にステート駅が設置され、地下鉄がこの建物の地下の一部を通っている。1904年、 現在のブルーラインとなるイーストボストントンネルが開業し、1908年、オレンジラインの一部となっているワシントンストリートトンネルが開業した。1907年には、ジョセフ・エヴァレット・チャンドラーによって、再び修復工事が行われた。1990年には、グッディ・クランシーアソシエーツによって、さらなる修復工事が行われた。修復工事の際、 地下鉄工事の時に取り付けられた支えのパッキン材が錆びついており、そのためにレンガの壁にひび割れが生じているのが分かった。1909年から1947年、ボストンマリンミュージアムがボストニアンソサイティから複数の部屋を賃貸借用して使用していた。独立二百周年祭、編集百七十六年七月十一日、イギリス女王エリザベス二世が、 アメリカ合衆国独立200周年祭を祝いに、ボストンを訪問した際、夫と共に、九州会議児童を訪れた。女王は、1773年のボストン茶会事件の、時の紅茶のサンプルを目にした。そしてフィリップ王子と共に、歴史的なバルコニーに現れ、ケルビン・ホワイト市長、マイケル・デュカキス州知事、詩人のデイビッド・マッコード、 歴史家のウォルター・ミューはホワイトヒルを含め大勢の聴衆に対しスピーチを行った。女王はスピーチの中で次のように述べた。もし、ポール・リビアやサミュエル・アダムズ、その他の愛国者たちが、いつかイギリスの君主が、独立宣言が最初に、ボストン市民に読み上げられた場所である、集会議事堂のバルコニーに立つことがあると、そしてこのように温かく寛容な言葉で迎えられる。 ことがあると知ることができたなら、彼らは非常に驚いただろうと思います。しかしまた、最終的に我々が自由な人民として、また友人として、アメリカ独立戦争が目指したまさにその理想を共に、守るべく、再び一緒になったと知れば、彼らは喜んだのではないでしょうか。女王は、エインスローキー、チャイナリミテッド、社が作った、磁気性の和紙を、九州会議児童を管理する、 ボストニアンソサイティに送った。女王はまた、オールドノースチャーチで朝の礼拝に参加し、ボストン市役所で昼食会に出席し、ビーコンヒル地区、バックベイ地区、ケンブリッジ、チャールズタウン地区を自動車でパレードした。そして、海軍長官と共に、コンスティチューション号で就遊し、王室専用船ハミー、ブリタニア号でボストン港を後にした。女王は、 出発前に王室専用戦場でマサチューセッツ州から250名のゲストを招いて90分間のレセプションを催した。九州会議児童には現在東側正面にイギリスの紋章であるユニコーンとライオンが飾られている。いずれも1882年にボストン歴史協会が昔の外観へと復元を行った時に取り付けられたものである。 元のものは1776年に独立宣言書がバルコニーから読み上げられた時に引き剥がされ火に投げ入れられてしまった。現在、九州会議児童の周りにはフィナンシャルディストリクトの高層建築が立ち並んでいる。しかし、今でも東側の港の方からステートストリートを通して遠く九州会議児童を望むことができる。また、ここは あんたの地下鉄ブルーラインとオレンジラインのステートストリート駅が地下にあり公共交通機関のようとなっている。建物内には博物館が設けられホリデーを除き週7日営業している。2階の議場、会議室は後世のためボストニアンソサイティによって保存が行われている。九州会議児童は結婚式場としても人気がある。式が行われるのは通常、 東側バルコニーに面しと部屋である。結婚式の後、新郎新婦の写真をバルコニーで撮ることができる。その他、九州会議児童の東側正面の前にある中央分離帯には、ボストン虐殺事件の起きた場所を示す、円形に埋められた丸石があり、建物自体と同じく、フリーダムトレイルのスポットとなっている。 博物館では様々な媒体でボストン虐殺事件を紹介し、ガイドツアーも行われている。九州議事堂の建物には何度か改築、修復工事が加えられている。2006年、水害によるレンガの損傷を修復した。レンガの損傷は長らく問題となっていたが、2005年秋、ハリケーンウィルマにより悪化していた。このプロジェクトはヒストリーチャンネルの セーブアワーヒストリーで取り上げられた。2008年、等の大幅な修復が行われた。シェムドローンによるとされる1713年製の風光系は金箔を打ち直された。窓は修復及び張り直され、欄干も修復され、屋根の銅板及び朽ちた木製の壁は新しいものに交換された。これらは構造の損傷を防ぎ、博物館の所蔵物及び、 サイモン・ウィラードによる1831年製の時計などを保護するものであった。ボストニアン・ソサイティは博物館を障害者がより利用しやすいように計画中である。階段が使用できない来訪者にも歴史的建物を利用できるよう多くの計画を検討している。博物館はこの問題を解決するため新技術を用い、車椅子のためのスロープや エレベーターなどを追加する予定である。ありがとうございます。